そこに、まあ、第三極っていうか、まあ、維新の会っていうのがありますよね。はい。このあたりはどのような絡みになってくるんでしょうかね。これはですね、まあ、どっちかっていうと、今、マスコミがかなり過大評価して、虚像化してるというのがね、内心、これ、まあ、既存政党の幹部の胸の内なんですなるね。ほど。浅川さんはちょっとこう消極的な感じですか。それほというどかそね、の。ある程度厳しく見てるんですが、というのは一つはですね、今やっぱりこれ、橋本市長が唱えてるのは、これ、大阪都構想を軸にして、地方分権、あるいは道州制とか、そういうとこがしか我々には伝わってこなくてですね、やっぱりこれ、中央に参画するには、まあ、外交、防衛、憲法、それから教育とかですね、そういう国の根幹問題でどういうスタンスを取るのか、あるいは今、こういう長期の円高不況の中で、経済対策、どういうものをやるかというものまでが、これ、一つの公約として見えてこない限りは、これちょっと評価できないとね。ですから今現時点でのこれ維新の会っていうのは人気が先行してるけど、あくまでそういう大阪都構想を基軸にする地方政党という範囲でしか評価できてないんですよね。既成政党、つまり中央の永田町の既成政党からの宗派みたいなものはないんですか？これね、それぞれやっぱりいろいろな形でアプローチね、まあ、自やっ民て党まで言すえば安倍ね。さんがやったりですね、やってますけどね、やっぱりこれもある部分は保険かけておくという範囲で、この人気者を変に敵視したくないとね、いう範囲の対応の方が多いですね。そうまあ、です比ね。較的国会議員レベルの中で熱心なのは渡辺芳美さんは、そうですもうね。自分は橋本徹さんと一番付き合いが古いんだということをしょっちゅう言ってましたけどね、まあ、これとでも最後、橋本サイドで、じゃあ本当にそうで渡す辺さんね。選ぶかどうかっていうのは、まだクエスチョンマークですからなかなね。かね、維新八策を一緒に練り上げたにしては、ちょっと距離を置いてるような感じもあるそうですし、ね。安倍さん自身も、そうですね、ピタッと合ってるわけではないですね、なかなかこう、名そう前ですは挙がっね、てますけども。なので、ね、やっぱりその変に敵に回したくないという範囲のアプローチなんですね。だからそこら辺はまた橋本さんも変に誤解して過信すると、かえってね、途中で壊れてきちゃいますね、これね。だからもうとにかくね、そういうまず政策のいわゆる中央政界に進出するトータルの政策面がまだ見えてない、それから候補者そのものも具体的にどういう人だか、それぞれの選挙区で見えてないというあたりで、これまだなんとなく、果たしてそんな120とか、そういう見桁取れる政党かどうかっていうのは、まあ、疑問視する向きの方が多いですね、国会議員の中でもですね。ただ、やっぱり大阪選出の議員は我々が会ってる限りでもかなりそれはかなり危機感持恐怖って感まをす覚えてね。ましてね、私も今日ちょっと、まあ、自民党のいわゆる府連会長やってる人が、もうこのとこ今週いっぱいはもう地元張り付くんだなんていうのを聞きましたけどね、やっぱりまずお膝元の大阪の議員はこれ、ね、既存政党はもう何党問わず一番警戒心は強いですけどね、やっぱり大阪から離れるに従ってもうちょっと冷静に見てますね。なるほど。まあ、第一、橋本さん自身、その大阪市長をどうこうして自分が出るというわけにはなかなか参らんところでしょうからね、これそうは。ですね。これはね、ちょうど平成5年の日本新党の細川さんとはケースが違うんですね。あの時は細川さんも自ら立候補してたから、それなりのブームを起こでしすたけれね。ど、その人気者が、これね、やっぱり自ら選挙に出ないということになると、これ、いざ選挙戦になったときに、じゃあ、花形応援弁士は誰なんだという問題も出てきますしね、それから、まあ、これから、まあ、5人、10人のバッジ、いわゆる現職国会議員を、まあ、これからスカウトして、そうで政す党ね。化するとね、だからその時集まってくる議員もどんな議員が集まってくるかと、
これもあんまりネームバリュームがなくてですね、うん、もうここにもう本当駆け込みドラグラデラみたいんで、自分も選挙弱いから維新の会の党名借りてなんていうような当選 1,2 回生ばっかし集まってきたら、かえってこれイメージダウンになりますからね。有権者から見ても根踏みできますよね。根踏みされますよね。そうなんです、うんうん、だからまだまだね、ちょっと本当公示日に至るまで、うん、非常にこう評価しにくいところがありますね、うん、むしろ今はとにかく人気が先行しているなという範囲ですね、うんうん、つまり大阪、選出の国会議員とそれ以外とはちょっとこう、うん、だいぶ温度差がありますね、うん、はい、うん、まあ、そうなってくると非常に難しいんですけれども、我々国民としてはですね、本当各党のどういったところを次の選挙としては、注目して見ていったらいいんでしょうね。なんかごちゃごちゃっとしたその政局の動きというところがすごく表に出てて、そこがなかなか見えにくいんですけど、やっぱり一つはこれ外交関係ですね。やっぱりそうさっき申し上げたように日米関係がちょっとやっぱりおかしくなっていると、やっぱりこういうものをどういう形で再構築するかどうかという現実的な、案を持っているかどうかですね、はい、それからもう一つはやはりこれ経済対策ですよね。やっぱりこの長期円高不況というものをどういう形で打破できるのかどうか、この問題とですね、それからやはりその背景に一つあるのがこれもう 1.39 っていうこの出生率ですね、はい、やっぱり、ね、これも長期不況の今背景にあるんですよね。ですからね、やっぱりこの少子化対策っていうものが、そのただ子ども手当とかそういう範囲の対応以外にもうちょっとやっぱり日本列島を改造するような、いわゆる過密と過疎のアンバランスの是正ですね、やっぱりそういうものをやらないと、今出生率が低いのは大都会で、でむしろ地方行けばこれ広い家に住めるとか、そういうあれで、たまたま地方に職場がある人は出生率結構県単位で見ると高いんですね、ええ、ですからね、やっぱりそれが逆に東京大阪は低い方だと、これはもうちょっと人が集まりすぎてて通勤の距離も長くなる、家も狭い家しか住めないということで、これ全国平均の 1.39 をもう大阪でも東京でも大幅に下回ってるとね、だからやっぱりこの辺のアンバランスっていうのを、これやっぱり経済内需拡大っていう中でどう広げていくかという問題ですね。やっぱりね、そこらについてこれきちっとした政策、具体的なものをどこが示せるかというのは、これやっぱり我々注目しなきゃいけないですね。やっぱり本当にね、そういったところをきちんと見て今の世の中良くしてもらわないといけないんですけども、本当に我々としては政局で揉めてるなというところだけが伝わってくるというような感じになってますからね。そうなんですね。それからね、やはり今回もこの国会でいわゆる定数削減絡みと選挙制度の抜本改革ね、この ね抜本改革で、今はもう民主党は自分たちの案ですね、比例区で40人削減して、それで連用性も使うんだと、これはもう今単独でどんどん進めようとしてますけどね、やっぱりこれと別に1区3人の中選挙区がいいんじゃないかということを、これ有議員もこれ結構与野党に多くてですね、やっぱり選挙制度もこれから変わってくると、うん、これはね、一つ間違うとそのまま選挙制度ってのは党利党略に絡みますからね、はい、みんな内向きのそういう打算の駆け引きになるということを含めてね、残念ながらこの選挙が秋に行われても、そういう選挙制度も含めて、あと政界再編ですね、はい、これはさっき申し上げたその集団的自衛権絡みで憲法改正とかそういうものも絡んでくると、自民党も民主党も割れてくるという政界再編ですね、はい、いうことを含めてね、これこの 2,3 年はちょっとしばらく政治はこう混乱混迷状態が続きますからね、やっぱりそういう意味でやっぱり我々国民は個々の政治家、自分が選ぶ政治家っていうのは厳しくこれチェックしていく必要ありますね。はい、わかりました。浅川さん、どうもありがとうございました。どうも失礼しました。今日は政治評論家の浅川博太さんにお話を伺いました。さて池田さん、いかがでしたか、今の浅川さんのお話を気になって。
そうですね、違憲状態で選挙をするっていうのはこれは立法府としてはあってはならないことでしょうね。はい、最後にメールご紹介しましょう。早く世界に通用するしっかりとした内閣ができることを期待していますが、そんなことは今の日本の政治家では無理でしょうか、というメールが来ております。皆さんはどう考えますか。